エルアラメインの戦い、エルアラメインの戦い、エルアラメインの戦いは、第二次世界大戦の北アフリカ戦線における、数軸国軍と連合国軍の戦いである。第一次海戦は1942年7月1日から31日。第二次海戦は、同年10月23日から11月3日に行われた。アメリカの軍師屋のイヴァンミュージカンとはこの戦いを、 ミッドウェー海戦、第三次ソロモン海戦、スターリングラード攻防戦と同じく第二次世界大戦の転換点であると位置づけている。ガザラの戦いで飛ぶ陸前面の陣地戦、ガザララインを突破したドイツ軍は1942年6月18日には飛ぶ陸要塞を包囲した。次に控えるエジプト侵攻を考えると戦車部隊での突破は難しかった。そこで、 航空戦力の支援のもと、不評と砲兵による攻撃を主体とした。十分な安全が確保された後、戦車隊を突入させた。英軍に反撃の余力はなく、初0日朝に始まった戦闘は21日朝には終結した。これが英軍に与えた打撃は大きく、英軍はエジプト領内央部のエルアラメインに最終決戦陣地を敷いた。エルアラメインを占領されると、 北アフリカの主要な軍港はすべて陥落したこととなり、これにより輸送船による増援が不可能となるだけでなく、その先にあるエジプトまでもが征服されると、中東の三油地帯は、ドイツ軍に蹂躙され、同時期に、ソ連南部コーカサス地方を攻撃していた一軍、英軍集団に攻撃され、ソ連の油田まで占領されてしまう恐れがあった。英軍にとって幸いなことに、 エルアラメイン南方に広がるカッターラ定地は、半ば干上がった、湿地帯であった。半ば干上がっていても湿地帯は、湿地帯であり、塩水の沼地と生乾きの泥と泥が乾いた微細で、底深い流砂は、走行車両の通行を阻み、ドイツ軍はそれまでの上昇策であった、内陸部経由の戦略的な迂回を行えず、エルアラメインへの攻撃を繰り返すしかなかった。ロンベルは7月1日に、 エルアラメインへの攻撃を開始したが、英軍の抵抗に阻まれ、22日には攻撃を中断した第一次エルアラメイン海戦。こうした状況の中で、アメリカ軍の本格的な参戦が決定し、リンドリースポー、武器体予報によって、イギリス軍は米国から300両以上の M4、中戦車と大量の航空機の増援を受けた。対して、 エルヴィン・ロンメル指揮下のドイツ装甲師団は連戦連勝を収めていたものの補給の途絶えた中で初期とは見る影もなく消耗しており戦車はドイツ製のものが90両イタリア製の旧式戦車が130両で残りは路角戦車であったロンメルはせめて弾薬と燃料の欠乏を解決するためにイタリア軍総司令部と空軍司令 アルベルト・ケッセル・リンクに戦争継続に必要な物資と1万5000トン以上の燃料を輸送するよう約束させた輸送船の到着するベンガジ港から前線まで約900キロメートル、最寄りのトブルク港からでも約450キロメートルと離れており補給船が伸びたために時間がかかった。トブルク港への輸送はマルタ島中流の英軍を主力とする連合軍に 制空権を握られていたために輸送船は途中で撃沈され、東部戦線ではスターリングラード攻防戦が起きドイツはほぼ全軍を投じため、北アフリカ戦線は二の次三の次とされ補給は一向に届かなかった。こうした状態で連合軍の大反抗が開始された。アメリカ軍の戦車を大量に陸揚げし、物量に勝る英軍は植民地徴収兵。 オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、インドなど、に、エルアラメイン前面から南へ向けて、堅固なボックス地を敷かせた、参照、ガザラの戦い。それに対し、ドイツアフリカ軍団、ドック他ドイツイタリア数軸軍の司令官、エルビン・ロンメルは、英軍陣地ラインは、イタリア軍と不評に任せ主力第十五、二十一装甲師団を遥か南から、長空海、海岸寄りの地域には、地雷や、 戦車用の罠が付設され、強化された残豪に兵士が立てこもっていたので、こうせざるを得なかった左折地中海側から英軍を囲いしようと8月31日進撃を開始する。英大七機候師団の前衛にロンメルは猛攻を加えたが、奥行きのある広範囲の地雷原により攻撃の矛先が鈍り、しばしば地雷の被害を受けた。そうして突破に手間取り、 燃料不足に直面すると、北からモント・ゴメリーが差し向けた A 第8機構士団の一部が、東からは第7機構士団の主力が圧迫してきた。ロンメルは、当初の計画を諦め、第21装甲士団が防御しつつ、第15装甲士団には、さらに迂回してアラム・ハルファ高地に陣取る A 軍本陣を突こうとした。しかし、補給不足の中を必死に進軍する。 第15装甲士団は A、第22戦車両団と衝突し敗走した。この戦いで A 軍は攻勢に出ることなく防御のみで勝利した。A 軍は M4 中戦車300両を陸上げするなど、兵員数、戦車数で数軸軍の2倍以上の数を集めたが、勝利を確実にするため大規模なカモフラージュ作戦を行った。南方から攻めるように見せかけて、 実際には、北側から攻めることを秘匿するためと、攻撃開始時期が差し迫っていないと思わせるために、偽補給品集積所を遥か南方後方に設置。戦車、大砲はハリボテ手を置く一方、本物はトラックに偽装。偽水道パイプラインを南方に延伸した。モントゴメリーは、チャーチルに行動をせっつかれていたが、増援が毎週せズ運河を遡ってくるので、 制空圏と制海圏という傘の下で着々と準備を整えていた。10月23日、モントゴメリーは専門以上の方で一斉砲撃を開始した。この時の連合軍の方の数と火力は海空の戦力と同じく敵を遥かにしのいでいた。さらに第8軍の砲兵連隊は戦場に参加せずに集中して強力な集団を形成していた。 1200両以上の戦車のうち500両は強力なシャーマン戦車やグラント戦車で火力、航続距離、走行ともにドイツイタリア軍装甲手段を圧倒していた。ただ、ロンメルの付設した地雷の除去などで当初新軍ははかどらなかった。騙されたドイツ軍はロンメルが持病の治療のために帰国したままで奇襲を受け、代理指揮官のシュトゥンメ将軍が戦死する。ロンメルは急いで 北アフリカに戻ったが、あらかじめ敷いてあった、悪魔の園と呼ばれる地雷原や構築した陣地も、英軍指揮官、バーナード・モント・ゴメリーの巧みな戦術で突破された。物量的に非常に不利な戦いの中でロンメルは、前線したが、戦車不足と敵の物量に追い詰められていった。唯一対抗できるのは 88mm 高射砲だったが、それも度重なる戦いで24問を残すのみとな、 皮肉なことに、ロンメル不在の10月23日から11月1日にかけて連合軍の反抗を効果的に阻害したのは、ドイツ軍がお荷物扱いをしていたイタリア陸軍であった。南部地区を守る第185空挺師団、ホルゴーレは、兵力比1時13分、戦車比1、70、不評用の対戦車装備は火炎瓶と、 地雷だけという絶望的な状況にもかかわらず、大胆な肉迫攻撃によって、連合軍の戦車部隊に損害を強要し、本格的な攻勢を二度にわたって退けている。イタリア軍部隊の思わぬ抵抗とそれによる損害を、知ったチャーチルは、彼らは、死のごとく、戦、と称賛したという。ただし同志団の損害も著しく、ドックと共に、イタリア軍がこの地を撤退した時には、 壊滅状態であった。十一月二日、ロンメルは、さらなる敵の大攻勢を知って、撤退を決意した。この戦いにおいて、モントゴメリーは、全面攻勢をかけ、容赦ない圧力をかけていた。ロンメルは、連合軍の猛爆をかいくぐり、味方の戦車が吹っ飛ばされる中、援軍が把握していないような道を通り、主力を不可の防衛線まで撤退させることに、成功した。ロンルは日、 アドルフ・ヒトラーからの命令を受け取った。内容は、現在地を守し,し不退転の決意で戦うべしというものだった。最前線にいた将校をアロンメルに、いかに状況が絶望的であるかを報告した。どの師団も消耗が激しく、兵員は線を数えれば良い方であった。高級将校すら、車両の不足で徒歩で、司令部に向かうありさまだった。こうしている間にも、 連合軍は米国から大量の増援を受けていた。11月4日にロンメルは総退却命令を出した。連戦連勝を誇ったドイツアフリカ軍団にとって初めての大敗北となった。以後数軸軍は次々と防衛線を突破され、アルジェリア、モロッコへの連合軍の上陸作戦、統治作戦の成功により翌年にはチュニジアに追い詰められ、北アフリカから姿を消す。 大勝利の知らせを聞いたイギリス首相チャーチルは、これは終わりではない。終わりの始まりですらない。が、おそらく始まりの終わりであろう。と語った。後に、エルアラメインの前に勝利なく、エルアラメインの後に敗北なしと言われる歴史の転換点となった。今回の英軍の勝利を単に兵力の優位と言い切るのは、あまりに単純すぎる。クレタ島やトブルクで苦戦した時よりも、 連合軍の指揮統制システムは格段に向上しており、ドイツ軍を欺くための欺瞞作戦についても、モントゴメリーとその候補チームの苦労と信慮が報われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。